ちは、本田翼、佐藤悟です、今日はですね、海へ遊びに行くには今日風が強くてですね、ちょっとポンド道どうかちょっと分かんないんですけど、それよりは、今日木曜日なんですね。木曜日 で今12時50分ということは、1時から、松茸荘で、パンが販売される日ですね。ちょっと向かってみようかと思います。まず、郵便局の前を通っていきます。待ってなあ、松茸荘でパンが、あ、今日木曜日、うん、あ、行こうって、あ、いや、先に買い占めちゃったな。こういう感じで、島の人々に宣伝しながら歩いていくという、なんて素晴らしい広報マンなんだな。今日どっちから行こうかな。ここ曲がるか。じゃあ行きます。この道はね、静かでいいんですよね。松茸荘ファブラ、じゃあ行きましょう。あ、今日もいっぱい売ってますね。じゃあ、どうも、おい、あ、こんにちは。ハルモニウムほら、そう、必ずいらっしゃいますね。お人の犬間じゃなくて、母ちゃんの犬間の胃袋を満たす。今すぐ集まったの。あ、今あと1人ですね。あ、まだ一人。はい、ナミオさんが買ってしてくれる。ナミオさんまだいる。あ、いますよ、はい。そうなんだ。最近見えないからもう帰ったのかな、泣いちゃったのかなと思う。ありがとうございます。ありがとうございます。お店の商品だよ。いつもいるでしょ。はい。ここでお昼食べて、またお家置いて食べて。ありがとうございます。うわ、もうごっそり、3000円くらいいったかな。すごいいっぱい買ったね。まあ、お土産の分も入ってるんで、コンドイビーチに行こうかちょっと迷う。ちょっと世話になってる人に松茸そのパンをありがとう。いや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 、大丈夫大丈夫です。いただいたんで。さあ、そしてパトイスカフェ、昼間の映像ですね。あ、どうも。え、松茸荘で、いいの、佐藤さん、何もらっちゃって。あ、もちろんです。もういつものいつもお世話になってるお礼です。オープンになってます。あ、あそこにブラウニーがいますね。ブラウニーお店見せてよ。見せてくんないの。おい、入れって言ってる。よしよし、うん、ここは靴脱いで入ります。あ、蚊取り線香のやつ、マイクさんの手作りかな。なんか呼んでますね。マイクさんに会いたいの。
マキさん出かけてんだって。あこれ古着なんだ。へー、この間の動画でマイクさんが着てたシャツと同じ柄じゃないかか。この辺もちょっと似てるけどな。わあ、この写真いい感じですね。あ、それいい写真だよね。はい。へえ、すごい。へえ。あ、いいですよ。あ、こんなにとこに、こんなに座っちゃって。いや、いつも風が吹いていい感じですね、ここ。ゆきさんが住み始めてからいい感じですよね。まさかこんな素敵な感じに。アーチがあって、石垣があって、また石垣があって、すごいいい感じですね。ブラウニー、ブラウニー。Thank you.